ジャーマンシーププードルジャーマンシーププードルとは、ドイツ原産の牧羊犬種である。オールドジャーマン、ハーリングドッグの一つに含まれる。ドイツ語では、シャフプーデルという、バルビーやプードルなどを交配して生まれた犬種と推測されている。犬名のシャフは羊、プードルは、ボサボサを意味する。ドイツ東部で広く牧羊犬として刺激された犬で、ハンガリー原産の牧羊犬種プーリーの禁煙種と、 言われる。東ドイツの牧羊産業は、ドイツ統合によって壊滅的な打撃を受け、牧羊場と共にシーププードルも激減したが、現在もドイツ東部で多く飼育され、シーププードルの愛犬家団体及び、ドイツ固有の牧羊犬保護を目指すオールドジャーマン、ハーリングドッグ保護会によって、犬種の維持が図られている。体高60センチメートル前後の大型犬である。毛は、 長いワイヤーヘアで絡まりやすい。毛色は様々だが、グレーから銀色がかった黒が多い。垂れ耳で、尾は長いものと短いものがある。性格は警戒心が強いが、おとなしく愛想が良い。しつけの飲み込みは早く、家庭のペットとして飼育するのにも適しているとされる。ただし、運動量は多めである。ありがとうございます。